だが御帝十三体はすでに準備を整え、それを待ち受けていた。隊長閣が全力で戦闘可能なよう、司法の展開決中により丸ごとレプリカと入れ替えられた唐倉町。そこで御帝十三体とエスパーダの決戦が始まる。そして十番隊隊長室谷藤四郎はトレスエスパーダティア・ハリベルを迎え撃つ。行くぜ。始まるぞ。待て待て、心に乱れはねえか。何の話です。いや、行くぜ。気を抜くな松本。はい、順調すな。恐竜すんな。恐竜すんな。順調すな。
を平気なの。はい、覚悟してきました。アイゼン隊長と戦う覚悟を。そう、分かってるならいいよ。気をつけるのよ、木登り。なんで必要だったんだ。軍長ツアー、オーラー食え。氷の竜などサメの一撃で海に沈む。見誤るなよ、俺たちの力。行くぞ。俺は天皇を倒す。千年氷の恐竜戦に甘いな。行くぞ。恐竜戦に強制的な選択と思うぞ。俺水の攻撃は届かねえぞ。届くさ、すぐに。甘いな。見たければ見せてやる。おい、なめえな。俺がそんな挑発になると思うのか。なめえな。ふっ、恐竜すんねん。百人の花が咲き終える頃に不明の命は消えている。そろそろ決着をつけようか。名を聞いておくぜ。
エスパーだ。トレス・エスパーだ。ティア・ハリベル。10番隊隊長、ヒツガヤ・トウシロウだ。行くぜ。氷点百加速。その雪に触れた者は瞬時に花のように凍りつく。百輪の花が咲き終える頃には天然の命は消えている。俺の百輪丸は氷雪系最強。全ての水は俺の武器。全ての空は俺の支配だ。恐竜だ。群長つらい千年氷炉。甘いな。大丈夫か。行くぞ。ラゴーだ。群長つら千年氷炉。恐竜神秘。悪いな。恐竜神秘。これで終わりにするぜ。私の力を侮るなよ。この牙に食いちぎられたくなければな。水気が満ちたようだ。冷めのうちに来たらいいね。海に沈む。恐竜千年氷炉。